はい、スプラトゥーン2全武器使って振り返っていこうシリーズ最後の武器ノーチラス79やっていきましょう。ジェットバッグが残ってしまった。これちゃんとスペシャル確認してから残す武器考えればよかったかもしれないとか思いながらね。ただまあ、ついまお前も噛み分けたスプラトゥーン2を代表する武器としてはある意味正解なのかもしれない。吸盤ボムとジェットバッグの組み合わせ。まあジェットバッグはうまく使いこなせる気がしないので、なるべく吸盤に頼っていこうというギア構成になっておりますが、果たしてどんな感じになるのか、最後の武器やっていきましょう。さあノーチラス79やっていきましょう。ナバリバトルムツゴロウ、左側からですね。やや塗りがきつめの編成 VS 金モデ、しんどい。あとは射程的にロングとかエリートとか相手することになるとやばいと思うので、その点がどうなるかだね。行かないで、行かないで。ちょっとできなかったか。なんかいるぞ。ここで、ラピに対しても強気に行きたい。いけるか？そこか。お、逃げるね。大丈夫か？うっそーん！カーリングでガンガン来やがった。もう少しチャージが残ってれば行きたか。非常に惜しい感じですが。ですが、キルはこちらがだいぶ安定しているぞ。珍しく。この調子ならいけるかな？ラッピーさーん。遠くから届いていると思う？残念ながら届くのはこちらの吸盤なんだな。軽く塗っておく。まあ、軽く塗っておくだけに留めておく。後で取り返せれば、それで問題ないので。今のうちは、敵との戦闘の方に意識を向けた方がいいと思う。そんな感じで行きましょう。お、オッケー。あー、待って。いけませんよ、そういうの。いけませんってば。あー、くそ、もう足元取られて。だが、さすがに、ハイリスクすぎたな。オッケー、味方がやってくれるんだったら問題ない。言うて一人持ってったしな。まだそこまでのマイナスではないはず。おっとっと、しかしちょっと敵が多いよ。多すぎるってばよ。一気に敵が来すぎ。あ、くっそ。いっぺんに来すぎなんだって、本当に。大丈夫か、これ。挟み込んでるし、挟まれてるしで。非常によろしくない感じよ。ドリー。これでもう後ろいないか？いるやん。危ねえ。お、でも助かった。ここからあとは、塗り返していくだけやな。キバーン、よろしく。お、いいぞいいぞいいぞ。金モデらしい撃破の仕方だな。さて。だからこうやって人数有利になった時にどうやって塗り返すかっていうのは結構硬いよな、この武器。お、いいピンチ。ここまでピンチいったらいけるはずだ。やっと勝てるのか。実質の7連敗を経て。さすがに7人で始まって負け続いてんのに、なんで俺が3人チームに入ってんだみたいな時はだいぶビビったけどな。いけるか？あー、よく見たらロングでしたわ。だがまあここまでピンチついてんならいけるかな。だいぶ抑えてくれてるしな。あとはちょっとでも細かいところ塗っとく。吸盤はその点なんか楽だな。とりあえず何取れば何かしらは塗ってくれるみたいな。よし、なんとかなったかな。金モデがいても全体のキル収支でマイナスを引くと相当きついですからね。その辺は分かってた。こう切るか。まあ、ぼちぼちですかね。でも、相打ちになってしまったところが多かったりとか、1キル取ってからなかなか続かなかったりとか、複数人来た時の対処とか、まだまだ課題はいっぱいありますね。さあ、ナバリバトルやっていきましょう。ノーチラス79のガンガデーガ4学堂。メインと吸盤を駆使して戦っていきましょう。射程やや短めか。スプラチャージャーとスクイックインの組み合わせをよく見る気がするな、今日は。塗りはどうだろうな。お互いシューター一人だけど。向こうのクワッドがどれぐらいかによるからな。あー、やっちゃったか。危ねえ。やったと思った？
こちらが倒していくね。そこだ、よっしゃ。お、ナイス全滅。ここはもう生きる。決めよう。だけど手前から順番に返していかないとダメよ。さあ、あ、待って、インクが、インクがない、インクがない。待って、うーん。全く恐ろしいだ。恐ろしいだって。インクが足らなさすぎるな、これは。一旦回復 C の、こういうとこ塗っとき E の、相手がどっから来るかだよな。さてさてさて、ここはもう下がった方がいい。危険を感じた時に、前線をどれぐらい維持するかっていうのは、下がった上で考えよう。生存した上で考えるべきだからな。ラインというのは。よいしょ。いらっしゃいますが、オッケー。傘のおかげで前線をキープしながら、敵を倒すことができている。非常にいいぞ。あとはノーチャラス君次第かな。俺のノーチャラス次第というところもある。いる？いるかい？やったぜ。そこだね？そこだね？やったぜ！これがジェットパックの本領よ。いいかい？火力の高い弾を何発も撃つっていうことは、その弾全部当てれば、複数に倒せるってことだからね。弱いわけねえんだよな。使いこなすのが難しいっていうのは当然だけど。俺も実際使いこなせてないけど。弱いわけがないんだよな、この武器が。まずいぞ。あぶねえ、下がらせてもらいます。ちょっと下がらせてもらいます。下がらせてもらいまーす。逃げられております。裏は大丈夫だな、まだ。ということは、ちょっとここで、休憩出してもいい頃合いじゃないか。さあ、アーマーは割れた？アーマーは割れましたか？割れましたか？ここだね。分かっている理由の動きをしていく。ダメージは当たった。ん、でもマップに反映されない程度だったか。さて、さあ一人やって、ここはいる？いたわ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとジェッパー撃とうと思ってたんだけど、まだ撃たなくて正解だったの。あ、これはちょっと位置がよろしくないか？うん、やったねー。これがジェットバックじゃ。これがジェットバックじゃ。これがジェットバックじゃー。なんで普段使ってない俺の方が誇らしいなのか知らんが。めちゃくちゃ綺麗に決まったな。未だかつてないほど。弾が遠くに飛ぶということがどれだけ恵まれているかということをね、これを見て実感してもらえればと思いますよ。良くも悪くもスペシャルウェポンってこうだよな、みたいな感じの性能を体現しましたね。まあ上には上がいたわけですが。でも単独で取ったキルで言えばかなりのものだったんじゃないのかなという感じがしますね。さあ、ガンガゼ音楽堂でやっていきましょう。ノーチャラス君。思えばガンガゼが最初に実装されていたのはもう本当に最初期からあったけど、その頃はノーチャラスなかったんだよな。後出しで完全に種類の違う武器が、こんなバンバン追加されるとは最初思ってなかったよな。積もりに積もって、今や129種類ですからね。ポケモンかよって感じです。よろしく。ここ怖いよな。あれ、いない。右も入られてないし。意外と途中でやめたんだな。尾形くーん。ん？敵が見えない。敵が見えないな、全然。一番よろしく。まあ、味方が生存しているんだったら、塗り押されているのは多少は問題ないはず。こうか？なんかいたわ。うまい。ナイススフィアと言わざるを得んな。スフィアでキルを取るのがどれだけ大変か、どれだけのラッキーに恵まれないといけないかということを俺は知っているから。あ、なんか当たった。あれをイカスフィアで同じことをやろうとしたら、何試合に一回できますか？1000試合に一回ぐらいかな。1000試合に一回できれば上等だよ。ヒューマン君は投げる回数が多いからな。そういうの、狙ってなくても意外とできちゃうんだよな。ちゃんとヒューマン君も光ってるし、いい試合じゃないかな、今のところ。お願い、お願い、お願い。いい感じにスフィアが壁になりましたが。さて、敵いるかな。そこか。OK。あとは誰かな。
ここ投げといて、あ、看板裏に貼っちゃった。ロボットを一旦警戒しといて。大丈夫、大丈夫。あ、さよなら。さよならですよね。あ、危ね。危なかった？危なかったかい？危なかったかい？え？ロボットか、これ。くぅ。ちょうどジェットパックの下がった。この後ろの段差を下、下がった瞬間に、ジェットパックの高度が下がったから、ロボットボームの爆風が綺麗に当たる位置になってしまった。まずいぞ、これは。ここ投げといて、ここから入られると、地味どころじゃなく、相当きつい。オッケー。ここ怖いけど。お、でもここ止めてもらってんのが相当でかいぞ。そこ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 。オッケー。一瞬見えたら、恐れず突っ込んで倒していく。いいぞいいぞいいぞ。あ、あとちょっとあったのに。でもナイスボムだ。なんか、あそこにボムあるからいけるかなって思ってたら本当にいったよ。え？あー、くそー。俺も同じことやられてんじゃねえの。くそー。吸盤がいい感じに2キル取ってくれたけど、俺もいい感じに2キル取られてんな。プラマイゼロでした。完全に奥にいるダイナモしか見えてなかったし、これでジェッパ貯めたら、ダイナモに圧かけられて、より価値は濃厚かなっていう風に思って見てたら、手前のボムを見逃しましたね。ボムはこういう、ね、本人にとってはまぐれだけど、やられた相手にとってもまぐれだけど、その大きい1キルっていうのを生み出せるから強いよな。さあ、ノーチャラ79やっていきましょう。非常に戦績が悪いぞ。そろそろ勝って終わりたいが。どうかな、マッチング。これはこちらの方がさすがにより上かな？ダイナモとノーチラスで。若干足を引っ張ってる感はあるけど。でもそれを補ってあまりぐらい、補ってあまりあるぐらいの塗りが。リギルガンとシューターにはあると思うんですが。ドーン。はい、ドーン。ドーン。足らないけど、一応行ったか。強み、押し目で、なんとか行きましたね。いいぞいいぞいいぞ。ダイナモが追い立ててくれてたんか。これ聞いてるぞ。これ多分ハイプレだから、そんなに余裕はないでしょ、向こう。待て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 。お、でもようやりますね。お、キーワンもいい感じに刺さった。これいけるかな？あんまりこういうところばっかり塗っててもしょうがないんだけど、端っこの方とかは、相手も塗り返しに行くの手間だから、ちょっとくらい塗っておくのはありなのかな。さて、敵はどこから来る？ここいるのか？いるので、あれ、バイ来たかったんだけど。ダイナモを狙おうとしたついでに俺が死ぬみたいなのやめて。さて、ここはどうしようかな。まあ、軽く吸盤で、面で塗っておいて、自陣塗りをやっとくか。後で味方が塗りに行った方がお得かもしれないけどね。吸盤？さあ、ここだ。基盤？ギリ届くぞ。ドン。ドン。あお！マジかよ。いけると思ったんだけどな。バブルに翻弄されていく。いや、まずいぞ、これは。いるよね。まずいまずいまずい。竹さんやめて、竹さんやめて。竹がいるぞ、竹がいるぞ。これだけ、味方を目の前にして、俺を狙いに来るといい動きをしてんじゃねえか。お願い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 。あぶねえ。ほんと恐ろしい狙い方してくるよな、みんな。ドン。届かないって。バブルがいい仕事してやがるって。ここだ！足りてなーい！そこだ！そこだ！いけるか？あ、ギリギリいったいった！よし、ピンチ！これいってやろう！よしよしよし。
いや、やっと行ったぜ。何回も来たんだ。かれこれ10回ぐらい負けてるけど。弱いはずがないのに負けるっていうのは本当に精神的に来るからな。やっと勝ててよかった。全体を押し上げてくれる塗りがあった誇りやな。なんか勝った試合だけ見るとすげえキル成績いいんだけどな。負けた試合とんでもなくやばい感じでしたね。そういった意味でも両極端な武器なのかもしれない。9番とかな、メインウェポンとか安定しそうな気がするんだけどな。自分よりちょっと上回った相手がいるだけで、なんというかうまく戦えない試合が多くなるっていう武器っていう感じでしたかね。はい、それでは参照できましたんで終わりますが、今回はもう一個確認しておきたいことがあるぞ。スプラトゥーン2の全武器をしっかりと使ったという証がここにありますね。よく使うで、これ今まで使ってきた武器が順番に並んでるわけですね。途中にプロモデラが入っているのだけはありますが、こんな感じで順番によく使うに入っていって、一番最後の方に一回も使っていない、てかこの順番に使っていく系で使っていないヒーロー系とオクタが残っているという非常に綺麗な並びになっているんですね。これをお見せしたかった。スプラトゥーン2全武器使いました。これにてシリーズ終了です。お疲れ様です。ありがとうございました。